スグレモン自動車用品のクゼですいつもご視聴ありがとうございますえ今日はですねボールジョイントブーツ交換ですホンダアクティトラック Q タイプホイールナットを少しだけ緩めておきますジャッキアップ車を持ち上げますフロントスカートコーナーにビジットラックをかけます ゆっくり少しだけ回しますリジットラックのかかり具合点検ホイールベアリング異音はないか足回りなどにガタはないか点検ホイールを取り外しますブレーキパッドの残量点検 ロアアームのジョイントブーツ交換しますブーツが破れていますボールジョイントの固定ボルトとナット外しますナットは分解時、新品と交換することになっていますプライバーでこじます ラジアスロッドの接続を外しますボールジョイントのはめ込みが外れませんタガドライバーではめ込み部分を広げます外れましたロアアームを外すことにしました ボルトは分解時、新品と交換することになっていますブーツを固定しているサークリップ外しますサークリップをパーツクリーナーで洗浄 古いグリスを拭き取りますボールジョイントにガタや異音はないか点検問題ありませんでしたパーツクリーナーで洗浄ボールジョイントにグリスを詰め込みますモリブデングリスを使いました新品のジョイントブーツ ブーツを装着しますサークリップをブーツに取り付けますサークリップが入りませんホームセンターで購入したプラスチック製のメートルグラス サークリップ取り付け用の専用工具として使えそうです。ジョイントブーツの外形測ります。パイプ層でメートルグラスをカットします。サンドペーパーでバリ取りをします。 滑りを良くするため、ブーツにシリコンスプレー。メートルグラスにもシリコンスプレー。メートルグラスを抑えながらサークリップを下げます。サークリップをブーツの溝にはめ込みます。 きっちり入りましたシャーシブラックを塗ります次は左側のロアアームですブーツを装着しますジョイントブーツにシリコンスプレー サークリップワンタッチ簡単装着シャーシブラック塗りますボールジョイントの取り付け部分広げますボールジョイントをナックルにはめ込みます プラスチックハンマーで叩いてきっちりはめ込みますボルトナットを取り付け締め付けますラジアスロットを取り付け締め付けますロアアームのボルト締め付けますロアアームのジョイントブーツ交換終わりました 次は、タイロッドエンドブーツ交換します。割りピンを外します。潤滑剤をスプレー。ナットを緩めます。ボールジョイントリムーバーを差し込みます。 この状態ではネジ山が潰れてしまう可能性がありますナットを取り付けボルトと同じ高さにします。 ネジ山マは潰れていませんブーツのはめ込みを外します外れませんタイロットエンドを仮付けしますブーツが外れました グリスを拭き取ります。ガタや異音はないか点検。グリスを詰め込みます。新品のブーツ取り付けます。塩ビパイプとパイプニップル。塩ビパイプは大きすぎます。 パイプニップルぴったり合いました内径は約3 5ミリ。ハンマーでパイプを均等に叩いてブーツをはめ込みますきっちり入りましたナットを取り付け閉めます 割りピンの取り付け穴が合いません少しずつナットを締めて取り付け穴に合わせますサイズの合う割りピンを取り付けます割りピンを折り曲げてカットします センターアームのブーツも同じ手順で交換できますセンターアームにガタはないか点検センターアームにガタがあると走行中ステアリングホイールがブレますホイールナットを締め付けます完成です ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。